辛亥革命は、1911年から1912年にかけて、新で発生した、共和革命である。名称は、革命が勃発した1911年の江戸である、カノトイにちなむ。10月に、孫文の影響を受けた、革命軍が武将と関与を武力制圧し、霊源広史を尊くとして中華民国軍政府が、成立を宣言した。新国は、 革命軍の制圧に失敗し、15章が次々と独立を宣言した。1911年12月29日、上海で孫文が中華民国大総統に選出され、1912年2月12日に清最後の皇帝封義が退位し、新国は滅亡した。この結果、アジアにおいて史上初の共和制国家である中華民国が誕生した。 清が打倒されて、古代より続いた君主制が廃止され、共和制国家である中華民国が樹立された。勃発日の10月10日にちなんで、操縦革命とも称される。また、民国革命の中で、侵害革命は第一革命とされ、遠征外に鎮圧された第二革命、さらには五国戦争が第三革命として続く。侵害革命のスローガンは、 駆除脱トリコ、回復中華、創立民国、平均知見。協議では、1911年10月10日夜に発生した武将危機から、1912年2月12日の戦闘艇の退位までの期間を指す。講義では、清末期からの一連の革命運動から、中華民国成立までの比較的長期間の政治的運動を示す。革命の理念と成果は、 遠征外を中心とする北洋軍閥により撤回され、知見平等も実現しなかった。この革命はアジアで初の共和制国家を樹立し、古代より続いた君主制の伝統を終わらせ、中国の歴史に活気をもたらした。侵害革命により言語は改められ、民国起源が採用された。こういう位1 8 4年のアフン戦争により、清は、 欧米列強と外交で対峙する必要に迫られた。一部官僚と知識人により1860年代から1890年代にかけて、ヨ務運動が発生。欧米の知識を導入して、食産工業、富国共兵を目指す政治活動が提唱された。しかし、清内部の自発的なこの運動では北総より続いてきた文官編長の伝統的な政治体制の改革は、 限定的なものに止まった。さらに、1894年の日清戦争で日本に敗れたことで、業務運動の限界が露呈することになった。これに対し、行為を中心とする改革派は、日本の明治維新をモデルとして、立憲君主制を維持しながら、政治、社会制度に大幅な改革を求める内容の上層を行い、1895年、高所定の指示を、 獲得、1898年に、墓術変法が実行に移された。しかし、急進的な改革は保守派の反発を招き、この改革はわずか103日で失敗。改革派は、海外亡命を余儀なくされた。1900年に、義和団の乱が発生、進駐した8カ国連合軍によって、北京が占領されるという事態が発生すると、それまで改革に慎重であった。 保守派の間にも改革の必要性がようやく認識され、保術憲法と同様の改革案が提出、実行された。1906年9月1日には、憲政以降の方針を定めた近定憲法大綱を発表した。1911年5月には内閣が設置されたが、内閣政員の半数が満州人、内皇族が5名を占める皇族内閣であり、 建政移行を求める知識人の間に失望が広がった。訓練を受ける北洋新軍清島機には、八機及び肝人力英を主体とする新中央軍は、実質的な戦力を喪失していた。太平天国鎮圧に際しては、各地方の兵力に依拠し、日清戦争では旧式軍隊の落語が、顕在化した。清は、軍事維持を目的に年に、 陸軍の全面改革を実施、全国に新式陸軍36鎮を設置し、そのうち6鎮を朝廷自家族都市他は各地方巡部、総督の管轄とした。新式軍隊の幹部を養成するために各地に軍学堂が設置され、一部地域では留学生を軍艦に積極的に採用するようになった。清を構成する満州人への反発は存在していたが、 清中期には表面化することはほとんどなくなった。しかし、新末の政治的閉塞感から、肝心の間に反万意識が形成されるようになった。太平天国では、満州人排除が政治主張に含まれ、1890年代になると、民末の著作に刺激を受けて、満州人排除の潮流が発生してきた。新朝を目指す革命運動家は、 半身まため思想を利用し、数広氏による革命軍などの著作が生まれ、知識人の間に広がった。孫文などの革命勢力は、満州人を満州に追い出して、漢人の明王朝が支配していた孔が、長江流域とその周辺地域に漢人の国家建設を目指そうとした。しかし、侵害革命後は、革命スローガンも、打倒脱取子から独立の動きを見せた。 チベット、モンゴルなどの少数民族を、漢族の支配下に置こうとするために、豪族共和を唱え始めた。侵害革命は、皇中会、花教会、幸福会及び後に成立した中国、同盟会により実行された。この他共信会、文学者、同盟会中の上部団なども革命に関与している。中国同盟会は、全国革命組織が、 緩やかに団結した連合体であり、同盟会会員は各地に様々な外閣組織を構築していた。革命の代表的指導者には、孫文、高校、総教人、蔡玄梅、朝政、昌平林、東成明などが挙げられる。革命における主要な政治主張には、清田党と共和政政体の確立がある。1894年11月24日に、 成立した高中会は満州駆逐、中華回復、衆議政治の確立を活動骨子に定めている。また1904年2月15日に成立した花協会でも満州駆逐、中華回復を政治主張とし、1905年8月20日に成立した中国同盟会でも満州駆逐、中華回復、民国建国、知見平等を考慮に定め、 民族主義、民権主義、民政主義が唱えられた。革命団体が一戦で活動を行う際には、慎重打倒と中華回復を強調し、民衆の中に反万感情を先導して、清打倒に主眼を置いた。清法崩壊後に、どのような政治制度が採用され、どのような社会改革が行われるかについては、当時の活動家は、清法崩壊後に、 改めて考慮するという立場を採用していた。1890年代、多くの知識人が武力革命によって清を打倒し、フランスやアメリカのような共和制を確立していこうと、唱えた。初期の革命思想の大部分は海外に居住する留学生や佳境青年によるものが多かった。また最初の革命団体も、また海外で組織され、八百九十年には、 よク雲を中心とする婦人文社が香港で成立している。孫文もまた1894年11月24日にサンフランシスコで公衆会を結成、革命に必要な軍資金の調達を開始した。両者は1895年1月に香港で合併し、公衆会の名称で活動を継続、同年10月26日には公衆で 初めての武装放棄である公衆企業を起こしているが、これは失敗に終わった。この事件により、香港への入国が禁止された孫文は、ロンドンに活動拠点を移した。翌年には清志による孫文誘拐事件が発生、国際的に報道されたことにより孫文の名が広く、知れ渡ることになった。1900年の義和団の乱で、真の威信は失墜し、 翌1901年に締結された北京議定書により、列強の中国進出がより顕著となったことから、新国知識人の間に危機感が広がった。日清戦争以降増加していた日本への留学生は1904年には2万人を超えるようになった。当時の留学生の多くが、完璧留学生であったが、革命思想が留学生間に浸透し、 留学生による各種団体が設立され、民主革命の必要性が広く訴えられた。留学していた革命参加者には、小平林、須弘氏、陳天下などがおり、彼らは後に国内革命組織の根幹を構成することとなる。1904年に日露戦争が勃発すると新朝は中立を宣言したが、その主戦場は新国満州地区であった。 外国軍隊が、自国領土内で戦闘を行う事態に、救国の声が高まり、高校が指導する花協会、東成明及び再現場が指導する、幸福会をはじめ、チャンスの勤務主学会、教国会、四川の公共会、府県の駅儀会、漢族独立会、高世の駅地社、暗記の竹雄会、広州の群れ里市社等、各種団体が設立された。 これらの革命団体は、相互に提携することは少なく地方色の強い個別、運動であったが、清田党と漢族による共和制による政権樹立を共通の目的としていた。当時は漢族による政権樹立が主眼に置かれたため18章での政権樹立を目指し、東北三章や新京、チベットをび内モンゴルは当初活動範囲から除外されていた。 これらの革命活動は阪神を掲げる地下組織と提携する例もあり、花協会は歌老会と幸福会はチンパンと幸中会は散合会と、それぞれ密接な関係を構築していた。日露戦争での日本の勝利は、アジアの小国が大国を倒したことで、世界中に衝撃をもたらし、新国の孫文やベトナムからも民族独立を目指す革命家が来日した。 1905年夏、孫文は日本で、公中会、花協会、幸福会等の各団体を団結させることに成功。8月20日に、東京にて、中国同盟会が組織され、駆除脱リコ、回復中華、創立民国、平均地権を定めた綱領が民法上に発表された。同盟会は、積極的な宣伝活動を行い、大衆への啓蒙を通じて、 革命運動を大衆運動へと拡大させていった。民法は、昌平林、東成明らが主筆となり、古官民、王朝明が執筆。公運や両警長が周辺した歩行派機関士であった、新民双方と論戦を繰り広げた。この他の革命団体は、下記の通り。新外革命は帰国した、留学生や知識人のみならず、各会派に参加した、一般群衆。 海外歌教、新軍兵士、地方指針や農民など幅広い出自層による革命であった。新興知識人新興知識人は、海外で新知識を学んだ留学生と新式学童で学んだ学生が主体である。歌挙制度廃止後、清志は西欧式教育を導入するとともに、海外留学を奨励した。東成明の提唱のもと、 女子釣りをはじめとする多くの留学生が日本をはじめとする海外で最新の軍事教育を受けて帰国している。1900年代、新国では日本留学熱が高まり、侵害革命直前には数万人が日本で留学していた。日本で学ぶ留学生の周辺には革命思想が浸透し、1905年の中国同盟会が 東京で成立した際には90%以上の会員が日本で学ぶ留学生であった。また、日本で軍事教育を受けていた同盟会会員による上部団も結成されている。日本留学した学生等は、侵害革命の中で大きな役割を果たし、指導者の尊文をはじめ、高校、総教人、古官民、領中外、主修心、 王政へ等の革命指導者のほとんどが日本留学の経験者であった。結社参加者新松期、各地で、高門五さの長房少連堂、二房広史淳堂、三さ加工堂、四房、三王の堂、五房広し家堂または別の支線発祥の歌郎会などの秘密結社が結成され、阪神活動を展開した。これらの秘密結社に参加したのは、地主出身。 農民、手工業合者、商人などであり、紙幣をはじめとする都市で生活する各階層の民衆や部来館によっても構成され、地主新階層が中心となり、阪神また民の思想を提唱した。宇太郎会は、花教会を、チンパンは、幸福会を、三号会は、公中会とそれぞれ親密な関係を構築し、孫文もかつては、 関東省由来の顧問二房広市巡道会派の松室行道の会員であった。1908年以前、革命人士はこれらの結社と緊密な連絡のもと武装放棄の準備を進め、清田党に重要な役割を果たした。海外華経海外華経も侵害革命の中で重要な役割を果たしている。海外華経はそれぞれの居住地で、 同盟会に対する資金援助を行うと同時に、帰国後出身地で革命団体を組織、多くの武装放棄に参加した。1894年11月、孫文がサンフランシスコで公中会を結成した際には20数名の家教が参加している。また、高架高72列車でも海外家教が29名を占めるなど、少なからず家教が参加している。 新軍兵士1九0 8年以降、革命派の革命運動は群衆運動から、新軍内の同調者獲得に重点が移り、革命人士は、新軍内で秘密裏に、革命思想の普及に努めた。過去制度の廃止により多くの青年知識人が、新軍に加盟しており、文学者社長の小翼部をはじめ竜隆式義、仙台比大野利明、朝廷、タスク、西大輔。 王文勤などが当時の新軍内部のメンバーであった。指針及び昇進1907年9月から10月、新庁は市政院及び市議局を設置、指針及び昇進への賛成の機会を提供した。1909年、各省に市議局が設置され多くの指針、昇進が選挙により市議局に選出された。地方指針の政治力は、 地方政治の中で突出した地位を占めた。これらの指針、昇進は本来は立憲派であったが、その後発足した内閣が朝廷主導であったことに失望。武将起義以降、立憲派も侵害革命に参加するようになった。外国人侵害革命を支持する外国人も少なからず存在し、特に梅や小吉などの日本人による支援が顕著であった。東京で成立した 同盟会をはじめ多くの革命団体が日本で組織、運営され、北一期をはじめとする日本人も同盟会に参加し、武装放棄に参加した日本人にも多くの死亡者が出ている。1895年から1911年にかけて公衆会及び同盟会により合計10回の武装放棄が実行された。これらの武装放棄は短期間で失敗したが、 革命思想を中国に普及させることにつながった。1895年春、香港を中心とする甲衆会は、第一次公州期にを計画、陸明東により、革命期である晴天白日期がデザインされた。10月26日、孫文、洋区雲は、帝史料、陸明東を率いて、甲州に到着、武装放棄による公衆選挙の準備に入った。 しかし計画は事前に、新長の知るところとなり、陸明東は逮捕され、命を失っている。第一次公衆機にの失敗が宣言され、孫文及び、洋服雲は新長の手配されるところとなった。香港当局は、新長の圧力により、両名に5年間の入国を禁止、孫文の日本、アメリカ、 ロンドン等への海外亡命生活が始まり、各地で革命の宣伝と活動資金の募金が行われることとなった。1900年、義和団の乱が発生すると、河北地方は無政府状態となったため、この機会に乗じて、武装放棄が計画された。6月、孫文と、帝資料、陳小史郎、洋服も及び宮崎東店、平山真根、 内田良平などが横浜から香港に到着したが、イギリス当局により入国を拒否されている。9月25日、孫文は、国流会の支援の下馬官を経て、台湾に移動、台湾総督府民政長官と会談し、台湾総督府の公衆武装放棄の指示を獲得した。孫文は、台北市に武装放棄司令部を設置、10月8日に孫文は、 停止領等に明治慶州三州殿で武装放棄を支持した。決起軍の規模は2万人に拡大したが、台湾総督府官僚の態度が変化し、補給と軍人の参加の役場が覆されると、革命軍は物資補給に困窮し解散、間もなく、清志により失敗宣言が出された。この武装放棄では、主権所、山田義正などが命を落としている。 孫文は決起失敗後に日本当局により日本に移送されている。1907年5月、革命党及び参号会の元行明陳政陳友派与都市なりにより武装放棄が決行され、木、岡城の選挙に成功した。元行明陳政はシンガポール下境であり、シンガポールで同盟会に参加していた。木岡木義後、新町は、 長州総兵王本福を派遣して武装放棄を鎮圧に当たった。この結果、革命党員200名が殺害され、6日間で清かき儀は失敗した。1907年、清かき儀が発生するとそれに抗うすべく、孫文は慶州に人員を派遣して武装放棄を支持した。6月2日、東州と鎮順東省数の3号会は、 慶州から二十里ほど離れた七女湖で新軍の武器を、強奪、五日に、太陽に侵攻し新軍守備兵を撃退すると、洋村、三立、柏堤等で新軍を撃破した。これに対し、既然、広白、龍門各地の海東も武装放棄に行応。う、革命軍は二百余名の規模となった。清水指定特理順は、革命軍鎮圧に出動している。 その後、清書機器が失敗すると、革命軍への指示が失われたため両家居にて、革命軍は解散、一部香港に、大部分は、ラフへと逃れている。1907年7月6日、幸福会のジョスズリンは、暗記賞やし喜びで、武装放棄を決行した。ジョスズリンは、暗記潤慶ところ弁兼潤敬学堂監督を、務めており、学校卒業式の当日で、 順部恩命を視察した後に学生を率いて革命軍を組織し、戦闘が開始されたが、4時間の激戦の末に革命軍は崩壊、ジョスズリンも捕らえられた後に処刑されている。1907年8月、関東昇金州都村部湖北新軍は長のほらによる訓練された学軍であり、中級軍艦以下多くの人材が完備で日本に留学していた影響もあり、 革命党の影響力、特に共振会及び文学者の影響を強く受けていた。フォロ運動が民主放棄に変化した後、命令を受けた丹法は、湖北新軍を率いて、四川鎮圧に向かったが、それにより武漢の慎重勢力が弱まったことを後期と捉えた革命党人士は、革命放棄の絶好の機会と捉えた。1911年9月24日、 文学者と共振会は、部長で、双方の責任者と、新軍代表64名で会議を開催、武装法規の統一式部を組織、文学者の小翼部が総式に、共振会の孫部が参謀長に、同じく共振会の流行が政治準備局総理に選出された。君総式部は、部長小朝外85号文学者機関に、準備局は、 観光ロシア疎開だから前佐藤14号に設置され、1911年10月6日に武装放棄が確認されたが、準備不足により10月16日に延期された。10月9日、村部はロシア疎開で爆弾を製造している際に爆発事故が発生、村部が負傷、ロシア当局の調査を逃れるために逃亡したが、武装放棄の文書や旗などが押収され、 秘密工場の隣に居住していた、劉光自宅より、劉光の弟である、劉道が連行された。ここを総督、随清志がこの事件の発生を知るや、全市に警戒命令を発し、革命党関係者の逮捕に当たった。文学者の小翼部は、新朝当局の動きを知り、予定を早めて、武装放棄を決定、各方面に文書を送付した。9日夜、 放送班、劉福元が、危機葬式部で逮捕、楊博氏勝が、弾薬輸送中に逮捕され、10月10日深夜に3名は、残守されている。武将機にでの革命軍法兵進軍皇帝へ、皇太政めの熊兵羊猿等は、予定を早めて放棄することを決定、大官の呉れ長林を、決起軍臨時葬式、熊兵羊猿を、参謀長とすることを決定した。 1911年10月10日20時、帝正しい A による武将危機器は発動され、決起兵士は軍の武器庫を襲撃、深夜になると文学者及び共振会の影響を受けた大部分の兵士が高応した。呉長林、熊兵羊猿は、決起部隊を指揮して総督府を攻撃、南湖法隊の砲撃の下、夜明け前には総督我門を占拠。 古庫総督、随清は逃亡した。10月11日未明、決起軍は、古北省市議局大老会議室に集結し、新軍八鎮十五強二十九票に A、司と務長、再催民により会議が招集され、軍政府の組織と都督人選が議論された。革命党の五政官、女達明等十数名以外、市議局議長ゆかりゅう、副議長張り国用及び、 議員、旧軍艦クレ林が参加した。会議は、ユカリが議長となり進行し、クレ林により、第21根正教統領霊言広氏を届くと、することが提案され、立憲派により承認された。この時革命党勢力は、高校、総教陣は、武将におらず、法祖藩、劉福本、楊広氏ト、は被害を受け、村部は、 爆発事故で負傷、小翼部は逃亡中であったことより、他の有力な提案が行われず、霊元広氏を届く、床流を民政総長に選出することが決定した。10月11日、中華民国国北軍政府成立11日午前、武将全域が決起軍の支配下に置かれ、夜には暴力所が設置された。暴力所により、 中華民国軍政府学軍と特府の成立が宣言され、同時に軍政府の激文と安民布告が発表され、国語を中華民国と改め、新朝の年号である戦闘を廃止して、皇帝期限の採用を発表、戦闘3年を皇帝期限4609年とした。軍政府は参謀部、軍務部、政治部、外交部を設置、市議局大牢を 事務所都市18世紀を軍旗とした。暴力どころは、軍政府名義により、布告全国伝や、通告各省分などの伝信を全国に発信している。10月12日、革命党人である、第21根世教第42表紙兵古玉鎮、旧綾屋明、朝尚部等は、関与で、武装放棄を決行、支配下に置くと、朝尚部は、観光を攻略、ここに、 武漢三鎮は革命勢力下に置かれることとなった。武将起義の成功後、清は北洋軍を派遣し、武漢三鎮港北観光及び関与を攻撃、以前罷免されていた北洋軍の遠征外が再び召喚され、北洋軍内部の人心動揺を抑えた。革命軍は非夏防衛戦を展開したが、北洋軍に敗北、11月27日には、 江波武政に撤退している。47日間の作戦の中で1万人強の死傷者を出したが、武将防衛を堅持していた。その間に、中国14省が次々と新朝からの独立を宣言し、内地18省中で新朝の統治が及ぶのは、官粛、河南、山東、直霊のみとなり、独立した各省では一部が革命党の主導を受けた、ほか、 大部分は市議局メンバーによって政治運営が行われた。一方、新朝は直霊、河南、山東、関宿と新朝の本拠地満州の東三省を掌握していたほか、内モンゴル王公たちも新朝支持を表明しており、北方では依然として勢力を保っていた。10月22日、河南共進会のショートールボ本、陳作新は、 回答及び新軍で組織した部隊を率いて、調査で、武装放棄を決行、湖南準備を各誠を配送させ、巡防衛統領、高田大広を残首している。決起軍は中華民国湖、南軍政府の成立を宣言、小通る法をととく、陳作新を副ととくとし、内満進撃文を発表している。10月22日同日、先制同盟会の命幕。 戦火苗、警帝政は、先制砲打開と連絡して、回答と新軍の革命メンバーが協力し、同時に武装放棄、二日間の戦闘の後に、西安を制圧、森治純部戦能軍は逃亡、西安将軍分随は自殺し、決起軍により、波太郎また官軍政府の成立が宣言され、日地会の旧会員であり、新軍大官の長を取り、が都督に選出された。 10月23日、厚生同盟会の林森、将軍、蔡カオルは、旧皇の新軍での武装放棄を実行、独立宣言を行った。翌日には、旧皇軍政文府が成立し、第27根制教、第53氷氷等のうまいくたからが、旧皇軍政文府都督に選出された。10月29日、山西同盟会会,会員。 新軍兵党の遠釈さんは、妖位会、孔国領、恩子と武器泉、超太文、南、桂香織、京広等の人と協力し、新軍により大元企業を発動、三成巡部陸、将を殺害して、三成軍政府の成立を宣言、遠釈さんを都督に選出した。しかし12月12日に、総根による反撃により、大元から撤退している。 10月29日同日、直令では、周辺艦が発生した。新軍第20鎮統制、長祖と第39協協、東後義貞、40協協と反の理栄第2根成協協党愛天打つ、第3鎮第5協協党罗英省等が協力し、直令州より、新朝政府に対し最後通調要求12条を提出し、年内の国会開設と、 憲法草案の起草、責任内閣制の採用と皇族の国務大臣就任の制限を求めている。10月30日、雲南同盟会の離婚元は、新軍、しめぎみつるさいつば、ら背筋及び党次に、行党と協力し新軍による19起議を発動。翌日には、昆明を占拠して、雲南軍政府が成立、運起総督利行議を総監し、 蔡イツをととくに選出した。10月31日、南章同盟会の蔡君時は新軍による武装放棄を実行、厚生軍政府が成立し、李列ひとしととくに選出した。11月3日、上海同盟会、幸福会、上海商談の陳そのび、長章、李評書、李英石、李理和等は、上海で武装放棄を決行、長章。 劉副氷等が組織した、チンパン広司法による、決死隊、李氷所と、李英氏による、上海商団の武装集団、李昭和と連絡を取った古地区で放棄した、軍、警察放棄部隊の主や、女性政党により組織された中国警視団がその、中心となった。4日には、江南製作り局を選挙、上海降伏が実現している。8日に、 中華民国軍政府古軍と特府が成立、陣その美をと督に選出した。11月4日、紀州革命党のバリ百林を中心として新軍、及び陸軍学童学生により武装放棄が実行され、企業を選挙、大男紀州軍政府が成立し、紀州新軍第一票共官健康部同道長、陸軍小学童総弁のよう誠をと都督、超特前を副と督に選出した。 同日深夜より未明にかけ、公州に駐在する、新軍第21鎮台81表表等、第2種髄、霊化部隊の軍艦、旅勤持ち、同盟会会員の新軍第82表衆賞、及び霊化部隊の軍艦を思うよ、小百里、小百期、妖帝胸、をはじめはじめ、幸福会の王門慶は、上海より、居民120名からなる決死隊を率いて、 武装放棄を決行、甲州を攻撃した。陸軍警察室次官の同保権は、白団に臨時総司令部を設置、同保持つが、臨時総司令官、クズセイオン、キンが参謀となった。守水に指揮された第81票第1、2A は、旗絵を包囲、第 3A 及び決死隊、第4隊は、保国寺軍基局と付属陸軍小学を、砲兵衛は、 堀山を占領。桂隆ら高の指揮する、騎兵連は、総司令部の援護を担当した。この武氏率いる、第82票第 3A と決した主力、陰影氏らは、武大我門を、第5隊は、旗城門下を占拠、陽帝胸が兵を率いて、純部府を包囲、純部像を捕虜とした。翌5日午後に代表処理として、甲州将軍伊佐大住が、軍政府に投降し、 革命勢力は、甲州を支配、石膏革命軍を名乗り、州省が総司令に就任、都督には、同保つ権を立てる予定であったが、最終的に立憲派であった、新議局議長の湯樹選を都督に選出した。11月5日、チャンス省の立憲派及び新省は、チャンス準部ほど特前に対し、蘇州の独立宣言を要求、チャンス革命軍政府が成立し、 正位佐和明が都督に就任した。同日、暗記同盟会の御用国らは、兵法放を指揮し武装放棄、症状安喜びを攻撃した。立憲派勢力は、暗記準武士家法に対し独立を、勧告、11月8日に、市議局は、独立を宣言、主家法を都督に、王天土川を副都督に選出した。11月6日、厚生市議局在は、 症状の経輪で新朝からの離脱独立を決定、後世の独立を宣言した。当初は新朝純部鎮兵が都督とされたが、数日後に新軍帝特陸栄帝が政変により都督に就任している。11月9日、福建同盟会の低祖陰、宝珠松、巨高里、陸軍大珠鎮統制の孫同陣等により、復讐で武装放棄した。 新朝総督商事は自殺し、11月11日に、福建での降伏が宣言されて、福建軍政府が成立、孫道人を都督に選出した。10月末、関東同盟会会員の陳定名、東公及び法水会等は、関東下州、南海、淳徳、山水などで民間軍による武装放棄を決行、11月8日には、 古官民の勧告の下、関東水師提督理順を呼び陸軍第25、陳東西流済光らにより、両公総督、長なる機に、各方面の代表を招集させ、関東の独立問題を協議、翌日関東独立が決定された。11月9日、陳慶明は、奇襲を選挙、同日関東の独立が宣言されて、軍政府が成立、古官民をととくに、 陳敬明を副都督に選出した。11月12日、三党遠大同盟会の乱章を高し、宮鈴特等の18号決と称される、同盟会会員により武装放棄が決行され、遠大会防衛を占拠した。遠大同大、女性校は武装放棄を知ると家族を、連れ帰関税全無視のイギリス人、マイヤー交換に保護を求め、陳桃に逃亡、延大の独立が宣言されて、 三島軍政府が成立、陣その美が都督に選出された。11月13日、三島革命党の日野党門に、河野勧告と陸軍第五陣統制下品院共中華旧軍官らの強い圧力の下、三島巡部、孫邦は、三島の独立を承認、孫邦を都督に選出しているが、11月24日に、孫邦は、独立を取り消すなどの混乱が続いた。 11月17日、姉カ同盟会司会は、姉カ回答による武装放棄を決行、23日に銀河で、シナネイカ革命軍政府が成立した。11月22日、重慶では大官職北軍政府が成立、27日は、四川学軍により、ただし弁鉄道大臣の担保を殺害している。11月22日、生徒四川関心代表大会は、 四川独立を宣言、大男四川軍政府が成立、立憲党のカバドの春をとくに選出した。26日、四川総督長治豊は、独立文書を発表、政治権力を軍政府に移管した。革命軍に投降する新軍11月8日、同盟会会員の指導により陸軍大急鎮、統制、序章未起は、南京城外六十里のマグサ両跡で、 武装放棄を宣言した。序章ミと上海ととく、陳そのびおよび公設根軍の協議により、連合軍を組織して、南京を攻略することを決定。序章ミキを公設根軍総司令に任命。11月11日に公設根軍司令部が陳行に成立した。11月24日から12月1日、序章ミの指揮の下後に高校も指揮に参加し、 連合軍はウーロンさん、幕府さん、資金さん、受け台、天保城等の拠点を占拠した。両総督バリニン春と高年将軍鉄両は、同日夜に日本軍艦に逃亡し、上海へ亡命。12月2日に南京城を攻略。これにより、長江以南の地域はすべて革命軍の支配下に置かれることになった。3日、総教人の提案で都督府は、 蘇州から南京へ移転。12月2日、中海港イギリス領事の圧戦により、武漢革命軍と新軍の間で、停戦協定が成立した。1911年12月28日、敵下にて、新京特連公諸教連館の流戦春らが、挙兵するも、新京準部、遠大化によって鎮圧され、ビューラ主要メンバーは処刑される。 1912年1月7日午後12時頃、イリコン政教統領、用意と口、同室時間、リタスクき、初期間、京都区民、東方三、宇太郎海海賊狩領場特言らが、コルガス県のエオン上昇軍将及び南北の軍海港を襲撃した。延滞家は、新京帝法師、用増進に、これを鎮圧させようとしたが、要は、 敵下に駐屯したまま動こうとしなかった。軍解雇では、激しい応戦が行われ、戦線が膠着したため、前入り将軍の降伏により停戦交渉が行われた。入り将軍行碧は処刑され、1912年1月10日、入り革命臨時政府の成立が宣言された。降伏が臨時政府と得就任、用意戸口が総司令部長、画家宗が参謀部長、リタスクキが、 全敵総指揮に就任。3月、園大化が、新京都督に就任するも1ヶ月で辞任。公認の園広志優も就任直前に暗殺され、代わって就任した、要増新による、新京統治が16年続くことになる。中華民国臨時政府の一時内閣閣議11月1日、新朝政府は、園生外を内閣総理に任命、海外家教や留学生及び、 国内世論の間に遠征外による初代大総統の機運が高まった。11月9日、高校は遠征外に書簡を送りナポレオンやワシントンの資格を持ってナポレオン、ワシントンの功績を作るべしとし、遠征外に民主的に選出された総統となることを求めた。11月16日、パリ滞在中の孫文も国民軍政府に対し遠征外の総統就任に 同意の意向を示す電報を送信している。1911年11月、霊元広氏を主犯とする武将団体と上海都督、陳その美、チャンス都督、帝徳前が代表する上海団体が同時に中央政府準備活動を展開した。11月9日、霊元広氏は、湖北軍政府都督の名義により独立した各省に代表を武将に派遣し、 中央政府組織のための会議開催を呼びかける電報を11月11日には上海と特進その日チャンスと特ほど突前等の3将軍政府と特は各省代表に上海での同様の会議開催を呼びかける電報を発信している11月15日各省と特府代表連合会が上海で開催され上海チャンス石膏 福建の省代表が参加、部将団体は会議は部将での開催を主張した。部将で最初に発生した革命であったため多くの省代表は武漢に到着し、同盟会の主要指導者である高校、総教人等も武漢に入っていた。結局上海団体の情報により各省代表が武漢に集結することになり、30日に観光で臨時中央政府組織及び 中華民国臨時政府組織大綱制定のための会議開催が決定し、それと同時に、上海にも各省1名の代表を駐在させ、連絡機関を設置することが決定した。11月21日、各省代表は次々に部長に到着した。この時の関与は、新軍の攻撃を受け陥落の危機にあったが、各省代表は30日に、 イギリス疎開の順省要項で第1回会議を開催14章の代表24名が参加し、単人大鳥が議長に選出された。会議では臨時政府成立以前は、湖北軍政府が中央軍政府の職権を代行し、湖北軍都督が中央軍政府大都督を代行することが決定された。12月2日、臨時政府組織大綱の制定が決定。 雷ミナサム、くん、タケ王政帝が、組織対抗起草者に選出されると同時に、遠征外の移行によっては、臨時大総統に推挙することが確認された。12月3日、会議は参照21条で構成される、中華民国臨時政府組織対抗を採択、即日前哨代表の署名のもとに交付され、南京を臨時政府の所在地とする。 総統制による共和体制の方針が確認された。各省代表は7日以内に南京に集結、重傷以上の代表が集結した場合は臨時大総統選挙を実施することも定められた。初代臨時大総統に就任した孫文12月4日、総教人、陳その美等は、上海における各省代表の陳音、誠、ゆか清朱茂恭氏。 林町民、馬良、王将、王陽ぶり声、え、巨星、東大鳥衆、五景蓮、劉教皇、超学部神、主服、さらに、張平林、超鳥政、昭賀寺、再現梅、大一邸、高中央、小田田氏、宝石藩などを招集し、上海チャンス省教育総会にて会議を開催、投票方式により、孫文への帰国要請と政治参加を求める、 公電発信を決定、高校を暫定大減水、霊元広氏を復元水とし、大減水による中華民国臨時政府の方針を求めた。しかし高校は大減水就任要請を強く誇示したため、17日には霊元広氏を大減水、高校を復元水とすることが決定した。議論が国旗問題に及んだ際には、古北代表は鉄星18世紀を 福建代表は、聖天白日記、公設代表は、五色旗を国旗と主張を行い対立したが、最終的には後続共和を代表する五色旗を国旗とし、鉄星18世紀を陸軍旗、聖天白日記を海軍旗とする折中案が採用された。12月11日、上海と観光両地方の17省代表が南京に入り、 中央政府設置に向けた会議が続けられた。12月14日、各省代表は、臨時政府組織対抗に基づき総統選挙を行う、ことを決定、霊元広司及び、高校の両派に分かれていた。12月15日、代表は、遠征外の共和生産性の方針を獲得したため、総統選挙は延期され、遠征外への政治的期待が高まった。12月25日、 フランスのマルセイユより、孫文が上海に帰国した。孫文は、多くの革命団体より支持を受ける人物であり、大総統就任が期待される人物であったため、立憲派及び、旧勢力より孫文は、遠征外から大総統の座を奪い取るものであると、認識されていた。12月28日、南京で、臨時大総統選挙予備会議が開催され、29日に、 臨時大総統選挙が実施された。臨時政府組織対抗第一条で、臨時総統は、各省都督代表がこれを選挙し、投票総数の3分の2以上の獲得で当選と、され、投票権は、各省一票と規定されていた。選挙に参加したのは、直霊、法天、三党、三世、カナン、先生、古北、湖南後厚安暗チャンス、 石膏、福建、関東、厚西、雲南、四川の17章45名の代表であり、孫文は17票中16票を獲得し、中華民国初代臨時大総統に選出された。臨時参議院成立時の集合写真陰1912年1月1日、孫文は南京にて中華民国の成立を宣言するとともに、 初代臨時大総統就任のための宣誓を行った。臨時大総統職宣誓書の中で国民主権の国家であり、官万毛改造書民族による国家体制を強調している。1月2日、孫文は各省に引歴の廃止と対応歴の採用及び中華民国歴の採用を通達し、1912年を中華民国元年とした。1月3日、 各省代表は、霊源広氏を臨時副総統に選出し、同時に、孫文が提出した、臨時政府各部総長、次長名簿を承認、ここに正式に、中華民国臨時政府が成立した。臨時政府は下部20部を設け、陸軍部総長、高校、海軍部総長、気象、秋田、外交部総長、王朝、恵、司法部総長後、五弟、薫、財政部総長陳金、陳、近等。 内務部総長ほど特前、教育部総長、再現場実業部総長ばり兼、交通部総長ゆ、ことぶき選が就任している。この他の人事としては、総統府秘書長に、古官民、法政局長に、総教人、しるしー局長に、幸福生が任命された。1月11日、各省代表会議は、南京を臨時首都とし、五色旗を、 中華民国国旗と定め後続共和の象徴とした。1月28日、各省代表会議により、臨時参議院が設置され、各省代表は参議院議員となり、林森と陳東委がそれぞれ政府区議長に就任した。内閣総理大臣時の遠征外部省放棄の後、中国に権益を有する列強諸国は政官の立場を取り、新朝政府、または、 革命政府の中での事故の権益に有利な政権を観察していた。1911年10月14日、清は聖徳で病気療養中であった遠征外を孤高総督としたが、遠征外が病を理由に就任を誇示した。10月22日の湖南独立、10月23日の厚生独立を受け、10月27日に、 遠征外を近佐大臣に任命し、北洋軍を率いて、武漢進行に着手した。10月29日に、賛成独立、同日に、新軍第20鎮による、州兵艦の発生を受け、11月1日に、政朝は、遠征外を内閣総理大臣に任命した。しかし11月2日に、観光攻撃した後は、新軍の軍事行動を停止し、水面下で、 革命政府との講和協議が行われ、11月3日には、新朝により、憲法重大新条19条が発表された。11月13日、遠征外が北京に到着して、内閣総理大臣に就任、16日には、責任内閣を組閣し、新朝の行政権が委譲されるとともに、各国の政府承認を受けている。11月26日、 遠征外はイギリス中間校総領事、ハーバードゴフを通して、民国軍政府及び各省代表に停戦、戦闘帝の大意、遠征外の総統就任の講和3条件を提示した。12月1日に双方は、武漢地区停戦協定を締結。武漢地区は12月3日午前8時から12月6日午前8時までの3日間の停戦が実現し、 停戦後は休戦交渉が行われた。12月8日、遠征外は、党将議を内閣総理大臣の全権代表として、派遣、12月9日には、党将議は、武漢に赴き霊元広氏や、その代表との会談を行い、同日各省代表はご邸薫を、停戦交渉の全権代表に選出した。列強諸国の介入もあり、新朝政府代表の当商議と、 各省代表の後ていカオルは、上海イギリス疎開で交渉を開始、その結果、遠征外は、戦闘艇の退位を支持することを条件に、各省代表は、遠征外の中華民国大総統への就任を支持した。成立したばかりの共和国から、内戦や外国軍隊の介入を未然に防止する、観点からも、孫文もまた中国の統一と、遠征外を主犯とする。 共和政府の樹立に同意している。1912年1月1日、中華民国臨時政府が正式に成立、孫文が臨時大総統に就任した。1月2日、孫文の大総統就任を知ると、遠征外は、東将棋の交渉代表資格を停止している。1月16日、遠征外は、朝廷からの帰路、東華門定時外で、 同盟会継新聞会組織の爆弾による暗殺計画に遭遇している。この暗殺は失敗したが、17日に遠征外は革命勢力に対し暗殺活動の停止を要求している。1月20日、民国臨時政府は遠征外に対し皇帝の退位という退条件を提示、1月22日に孫文は遠政外が戦闘帝の退位に賛成するのであれば、 自らは大総統職を辞任し、遠征外の就任を要請する声明を発表した。地位が保障された、遠征外は新朝に対する圧力を強め、吉地川栄卿と奈党への政治工作、高広大号の調和を受けた不都市間である、長蘭徳に賄賂工作を行い、自局の体制は、すでに決し、もし革命軍が北京に到達すれば、皇帝の声明の確保もおぼつかないが、 退位することで、優待条件を受けることができると退位を進めた。1月29日、新庁は調議により、戦闘艇の退位を決定。2月3日には、高広大号は、遠征外に全権を委任し、民国臨時政府との皇定退位条件の交渉に当たらせた。退位証書2月6日、臨時参議院は、皇定退位のための優待条例と条件が起草した。 大衣装書を承認した。承認された優待条件は下記の通りである。大臣皇帝尊亡は今後も使用可能であり、民国政府により外国君主と同等の待遇を受ける。民国政府は毎年400万元を皇帝に支出する。皇帝は暫時資金上に居住し、後に祝いに移る。進出の創病は民国政府により保護を受ける。 皇所帝王の高資料建設費用は民国政府が支出する。宮帝内の雇い人は継続して雇用される。皇室の私有財産は民国国軍により保護される。金軍は民国陸軍に編入する。皇帝単位に伴う優待条件以外に、清志皇室及び万毛会蔵各王族の待遇条件7条も同時に定められた。日本の西恩寺内閣は、 清と革命軍の妥協政策をイギリスに提案したが、イギリスは遠征外と提携し、共和制中華民国を成立させた。日本陸軍は、侵害革命を進出の機会と捉え、1912年1月、居留民保護のため観光に、日本陸軍中清派遣隊を観光に派遣し、1922年7月まで駐屯させた。不評4個、中隊、 7000人規模で北京天津のシナ中東軍よりも大きいものであった。この時、ロシア、イギリスも派兵した。1912年2月には第一次万毛独立運動を開始するが、イギリスに主導権を取られたことで失敗に終わった。日本陸軍は日英同盟への不信を募らせ、他方外務省と日本海軍は日英同盟を重視し、対立した。 2月12日、新朝内閣総理大臣遠征外等の内閣勧告により、戦闘帝の母木である高博大号は、日吉皇室への優待条件を受け入れ、大位証書を発布、新朝最後の皇帝、戦闘帝の大尉と遠征外が組織する共和政府への権限以上が行われた。この時に有期限の元号は廃止され、1912年を、 元年とする無期限の民国期限が施行された。対象書は、朝券により、起草、臨時参議院を通過したものである。しかし、遠征外により全権組織された、共和政府という表現は、遠征外により追加されたものである。これにより新朝は滅亡し、2000年以上続いた、中国における訂正はついに廃止された。遠征外は、北京で、 第2代臨時大総統に就任した、戦闘停滞後の1912年2月13日、孫文は辞表を提出し、臨時参議院に対し、遠征外の大総統就任を推薦した。2月15日、臨時参議院は、遠征外の第2代臨時大総統就任と、南京を首都とすることを承認。3月8日には、中華民国臨時役法を制定した。3月10日、 遠征外は北京で中華民国第2代臨時外相等に就任。この直後より諸外国からの政府承認が中華民国に行われた。遠征外は北京平変を理由に北京に遷都している。遠征外は就任を強力な中央政府の保持に努め、一部革命者による各省の分離独立の動きを阻止している。同時に袁世凱は 積極的に列強との間にモンゴル及びチベットに対する主権承認交渉を行っている。これより1928年までの期間を北洋時期と称し、当該期間内の中華民国政府は北洋政府と称される。1913年2月、臨時役法の規定に従い、中国史上初めての国会選挙が実施された。選挙の結果は、 国民党が第一党の地位を占め、総教人を総理大臣とする内閣組閣準備が進められた。しかし3月20日、総教人が上海で暗殺された。この暗殺の背景には、遠征外の指示があったことから、7月には孫文により第二次革命が計画され、遠征外に対する武装放棄が実行されたが、ほどなく鎮圧されている。第二次革命を阻止した。 遠征外は自ら皇帝を自称しようとしたが、支持を得られずに失敗し、間もなく病死した。遠征外の死後、中国は軍閥拡挙となり、孫文は広州で五方政府を組織し、中国の政治情勢は分断と動乱の時代に突入した。チベット侵害革命に先立つ1906年から1910年にかけて、 四川省の総督長寺豊が、チベット東部地方一帯からラサに至る地域を制圧し、チベットの国主ダライラマ13世は1910年、インドに亡命していた。町は、カム地方に成功省を設置し、また、チベットについても、岩田ポタンを廃して、検証しようと試みたが、1911年、武将法規の方に接して、成都に帰還。 革命派との抗争に敗北して死去した。インドからチベットに帰還したダライラマ13世は、チベットの独立を宣言し、中国の統治機構の一層を支持チベット軍はラサから中国軍を一層した後、東進を開始、一職軍に代わりカム地方東部に進出してきた、雲南軍閥と激しい戦闘を繰り広げた。1913年から、 イギリスも参加して開始された、志村会議が始まり、停戦が実現するが、その後も、チベットの全域の回復を目指す岩田ポタンと、中国の地方軍閥とが対峙する形成が続く。ありがとうございます。